はい、皆さんこんにちは。榊篤史でございます。4時でございますね。28日の木曜日、今週もねあと1日で、終日は終わりということですね。あと明日入れて3日ですか。早いわ。行きましょう。ですね、いろんなニュースが、いや、これに関していろんなニュースが出てるんですけど、まあだから特に張りませんけども、どうやらですね、昨日あたりにですね、菅さんとバイデンさんが電話で会談したそうですね。で、尖閣がですね、日米安全保障条約の範囲内であるとかですね、北朝鮮の拉致問題をなんとかしようよとかですね、まあそういうことを話し合ってですね、日本とオーストラリアとインドとアメリカの協力も緊密にしていこうね、みたいなことをですね、話し合ったそうなんですけども、別にそれはそれでええやんっていう話ですね、日本人的には。別に普通のことを、今までの関係性を新たに確認したというだけの話なんですけども、これがですね、愉快なお隣さんにとってはですね、ちょっとですね、こう、もやもやっとするわけですね。なんかちょっと、あれ、なんで俺らのこと何も言ってくれへんやんみたいな。朝鮮半島の非核化ということを言うてるんですよね。非核化と言うてるんですけど、こう、日米韓の協力を緊密にしていこうとかそういうことは一切言ってないわけですね。だから緊密ちゃうやん、そもそもということなんですけど、お隣さんという方はね、本当にね、どうでしょうね、自分物事を自分の都合のいいように考えるということに関しては、これはもうあれですね、世界に冠たるですね、民族です。それがもう超のお得意芸ですね。何でもかんでも自分のように解釈すると。自分らが普段散々ね、悪口言ってる日本もね、そういう時にはちゃんと大事にしてくれなあかんねんと思ってるんですよ。いや、ものすごいね、なんて言いますか、厚かましいで厚かましいし、要は分からんっちゃ分からんですよ。そういうことなんで、そういうね、そんだけ普段からね、悪口ばっかし言っときながらね、なんでその都合のいい時だけ仲間になれると思ってるんやと、その感覚は理解しがたいんですけど。で、アメリカともですね、散々その、こう、どう言いますかね、冷たい関係に自分たちでこう、持っていっときながらですね、なんで俺、自分たちのムン・ジェインはですね、その、バイデンさんと電話会談先にできひんのと思ってるわけです。いやいや、ものすごい感覚ですよね、これね。ちょっと信じがたいんですけども。で、そのことについて、愉快の隣さんのメディアを見てますといくつも記事が出てるんですよ。なんでなみたいな。なんで僕らというか、ムン・ジェインはいつバイデンさんと電話会談できるのか、みたいな話があって、なんで僕らに自分たちに対して言及はないのという、それはそういう必要はなかったからでしょうと。で、今、形式上、形の上でね、日本とお隣さんとアメリカとの間っていうのはですね、ジーソミアもありますし、対中国ということでですね、同盟関係っぽいものにあると。米韓同盟であります。日米同盟とありますね。日韓同盟だけはないんですけど、唯一その細い線がジーソミアと言われるもんなんですけども、これがもう、俺はやめるとか言って、なんかこうね、1年半ぐらい前に大騒ぎされてましたけど、まあそれぐらいこう薄い関係でして、で、彼らの本音としてはですね、ゆかりのさん本音としては日本なんかの同盟関係にはなりたくないわけですね。ところが、アメリカとの同盟があるから、もうしゃあないからもう、と思ってるわけですけど、本来は我々のことはお好きじゃないわけだって、そんなことはよく分かってるわって世界ですけど、でもですね、その嫌い嫌いって普段悪口言いまくってるんですけども、気になってしゃあないわけですね。なんか人間でもそういうやついるでしょ。寄ると触るとね、誰かの悪口、例えば A さんっていう方の悪口ばっかり言うてる人がいたとします。その人はですね、 A さんが気になってしゃあないわけですね。しゃあないからいつもこうやって見てるわけですよ。で、あいつ何してる、これしてるとかね、それはまたことごとくですね、他の B さん C さん D さんに会った時に、 A はな、こうしてんねん、 A はこうしてんねんって言うてるわけですよ。たまにいるでしょ、そういう方。で、そういう方ってやっぱりこう
どう言いますかね、 B さん C さん D さんからすると別に A なんかどうでもええやんと思ってる人もいるし、別にそんなことを別に人のことをわざわざ言う必要ないやんと思ってる人もいるわけでして、そうするとだん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 そのね言ってる方 X さんとしましょうか、 A が悪い A が悪いって言ってる X さんについてみんな疎遠になっていくわけですね。まあ、 外交でも同じようなもんでございまして、前のパク・クネさんがそれを盛んにやったわけですね。 A が日本です、 X がお隣さんです、日本が悪い日本が悪い日本が悪いって言うて回ってってるうちにですね、なんかもうあの人と会いとうないなみたいな世界の首脳にそういうイメージを植え付けてしまったわけです。でムンジェインさんはまあまあ、言って回ってはいないというか、あの方自体がですね、とんちんかなことを言うて回ったおかげでですね、世界の首脳から相手にされてくるんだったんですよ。日本が悪いという前にですね、北への制裁をやめようやめようやめようって言うて回ったわけですね。でそれでこいつ何言うてんやろうと思って、ほんで、外されてしまったわけで、それ外されてるのが今の現況でございます。ムンジェインさんがどこかの首脳と電話で会談したというようなニュースはほとんどないですね。昨日習近平と会談したのは今日か出てますけど、まあ習近平はね子分やと思ってるから、いやいや電話ぐらいでは話したんでいい感じで、我々は言うこと聞くんやで、おいおい分かってんなっつって犬の頭撫でてんのと一緒なんですけどね、ムンジェインさんと話すのは。ムンジェインさん尻尾してピーンってやってるわけです。まあ、そういうね、自分たちの滑稽さ、まあ、いつも言う通り、真面目にコントをしているという滑稽さをですね、全然理解できないというのは、また不思議ですね。僕の子供の頃にね、うちは古本屋だったんで、ね、もう、しゃあないから本をいっぱい読んでたんですけど、外国人が日本をどう見てるという本がやたらと多かった時期があるんですよ。僕は10歳ぐらいの時ですから、どうでしょう、今から48年、まあ50年近く前ですね。それこそ菊と刀で、はもうずっと前なんですけど、その後で、ね、日本人とユダヤ人という山本七平が書いた本があるんですけど、まあ、それがその50年60年ぐらい前の本ですかね。でそれ以来こう日本人っていうものは世界でどういうものなのかっていうブームがあったんですけど、そういう時代を経てるんでね、おおよそね、日本人はもう外国人が日本をどう思ってるということをこう学ぶ時期は過ぎたわけなんですよ。だからお隣さんって そういう時期がなかったんちゃうかなと思うんですよね。外国の方が自分たちをどう見てる、自分たちを客観視したらどう見えるんやと。まあ、昔を言いましたね、日本の常識は世界の非常識とかって言いましたけど、今愉快なお隣さんそっくりそのままそれ当てはまるんちゃうのという世界にですね、不思議ですね。日本人はね、海外生活が長いと日本に帰ってきてですね、そんなお前はおかしいでって、ここはおかしいでって、俺の住んでた国ではこうやでということを言うんでしょうけど、愉快なお隣さんでもね、海外で生活してる人いっぱいいると思うんですけど、そういう方海外に行っても愉快なお隣さんのまんまなんですよね。まんまなんですよ。だから向こうでなんたらの少女像とか食べたりしてはるんですよ。なんていうか世界的常識に染まらずにですね、お隣さんの常識のまんまずーっと生きてはるという感じで、それもそれでね見上げたもんですけど、でもそれだといつまでもですね、お隣さんの常識の枠から出られないということになりますね。でも実際その通りなんですけど、まあこのね、こういった報道を見ててもね、やっぱりお隣さんっていうのはですね、その自分たちを客観視していないなっていうのはもう赤裸々に分かってしまいますね。君らねって、そんな今までそんなことやっときながら、アメリカの大統領と一番に会談できると思ってんのみたいな。日本人から見るとそう見えてしまうんですけど、まだまあおかしいっちゃおかしい、おかしいね、おかしいって笑ってるんですけど、私は。ということでね、まあこういう面でも笑えますぜというお話でございました。貼りませんのでね、皆さんね、お隣さんのメディアのニュース見てるとそういうことが読み取れると思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。